はい、皆様こんにちは。今日はね、勝負谷森林公園のね、勝負園に来ましたね。はい、勝負谷ですね。このような道をね、まあ山道みたいなとこ走ってくるんですけどね、まあ1台ぐらいでしたら止めれますけど、多分飛んできたらね、ちょっと難しいかと思いますのでね、注意してください。ここまで来てくださいね。ここまで来れるんですよ。途中、波で来たら途中でね、変な広っぱで荒れされますんでね。はい、花正面ね。で、こっから開けて入りますからね。開けた後はしっかり閉めよう。ね。ね。東山もありますしね。ああ、勝負がちょっとまた咲いといてよかったですね。もう終わってるかなと思ったんやけど、なんとか間に合いましたね。まあ、先行して咲いてるやつは終わってるやつもありますけどね。アジサイも咲いてますね。まあ、なんていうの、ちょっと感じでから作業用動画でね、またあげましょう。いちょっとした散策道になってますね。でもだいぶ終わってますね。もう半分以上終わってる感じですね、これ。ね、これも綺麗けど、ね、咲いてるものもあればもうね、咲き終わってるのもあればつぼみもまだこういうふうにねありますんでね、だから何とも言えない。ただ一斉に全体的にバーッときれいに咲いてる時期はもうね終わりましたね。変わったのこの白いやつもね。あ、獅子おろしはここでしたか。今やってないのかな。やっててくれてよかったのな、これ。壊れたのかな。なかなかね、獅子おろしの音も取られへんからね。ちょっと黄色の花を向こうにちょっと咲いてますんでね、あれだけ見ときましょうかね。蝶も飛んでるね。黄色がそこにあるのかちょっと遠いね。よいしょ、アジサイも咲いてますね。アジサイも綺麗に咲いてるじゃないですかね。黄色がね、ちょっとね、よいしょ、この辺りちょっと黄色を咲いてます。はい、まあこんな感じで広がってますね。という感じですね。まあちょっとショート動画っぽいですけどね、まあ僕で大体分かっていただけた感じでしょうか。もう6月も初、後半に入ってつつありますんでね。そうなの。という感じですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。